財産承継の部分と事業承継の部分の対策をずっとやってるっていうようなところがあります。やはり事前の対策なので、創業者なり引き継がれる方の意思に基づいて、ご子息の方にどういう形で分けていくのかっていうのを考えていくってことは、そんなに揉めるケースは少ないと思うんですね。うん、相続税を増税して、贈与を促進していくっていう流れは、基本的には国の考えとしては変わらないと思いますので、そうすると、やはりもうちょっと相続税というのが身近になってくると思いますので、ただ、今まで相続税がかからなかった方たちが、新しくかかるような形になったんであれば、それがだってもう事前の対策すればほとんど相続税ってかからないので、そういう意味でも事前の対策をやっていくっていうことが今後は非常に重要になってくるなっていうのを感じてますね。そうですね、やっぱりバランスが大事だと思うので、例えば事業自体は子ども A に事業を承継させると決めていてですね、その他の子どもについては例えばお医者さんになられてるとかサラリーマンで活躍されているとかっていうことで、事業自体は承継しませんよっていうこともあると思うんですけども、ただ財産の承継っていう意味ではやはりきちっと公平に一人に偏ることなく公平に分けていくっていうことが大事なのかなと思う。それから勝手にこの親の意思で分けてしまうんではなくて、どういうふうに分けていくんですよ、その目的はこういうことにあるんですよっていうことを家族に事前に説明をしておくということが重要なのかなっていうふうに感じてます。現在7名のうち6名が資格を取っているということで、事務所経験も10年以上それぞれ経験しているような人間ばかりで構成していますので、そういう意味ではそれぞれの人間の強みであるとか、それから考え方であるとかっていろいろな専門家の考え方を、取り入れてですね、内部でいろいろ相談した上でそれぞれのクライアントにニーズに合った提案をしていくっていうことを心がけておりますので、いろんなクライアントにも対応できるっていうところが弊社の強みなのかなというふうに考えています。私自身は不動産の相続財産額を軽減するとか、もしくは納税対策のためにこういうような形で開発をしていったらどうなのかとかっていうことを不動産会社の方といろいろ交えながらそういった対策をしてきたりっていう経験が多かったので、そういった不動産のところについてもアドバイスができますし、他の人間では相続とは関係ないですけども、会社の組織運営というかそういったところに公認会計士としてアドバイスをしていくとかっていうことも事務所としてはしておりますので、そういったところで総合的にいろんな観点からこうサポートしていくことができるっていうところが弊社の強みなのかなというふうに思っております。